皆さんご機嫌いかがでしょうか。ライス定食です。本日遊んでいくおもちゃはこちらでございます。ガシャポン仮面ライダージオライダーズアンセムナンバーワンです。ボリューム1とかじゃないんだね、ナンバーワンっていうんだね。ガシャポンの SD デフォルメフィギュアですね。なんかコンバージンにすごくよく似てるけど、まあ、若干やっぱりねコンバージンみたいにこうニュッとこう仁王立ちしてる感じではなくて、まあ、武器も付属するみたいですので、まあ、ちょっとポージングが違うっていう感じですかね。ラインナップは全4種類で、左からジオウ、ゲイツ、ウォーズ、そしてジオウ2ってなってるみたいですね。1回500円のガシャポンということなんですけれども、去年のビルドでこういうガシャポンあったんですけど、ライダーリミックスシリーズだっけ、なんかリミックスライダーか、リミックスライダーシリーズってのがあったんですけど、これもガシャポンでクリアパーツとかものすごいよく使われてて、かつなんかね体が分解ちょっとできて、あのビルド特有のなんかベストマッチ遊びみたいなできたシリーズだったんですけど、この時が1回300円なんですよ。なんで今回200円アップしてるということなんで、この200円のアップってのが一体どのあたりに現れてるかってのがちょっと気になるところですよね。そして今回カプセル4種類揃っておりますので、おそらくコンプしてると思いますので、早速開けてまいります。ではまず白いきましょう。いやーでもね、あでも見えてるね、もうジオが中に入ってるのが見えてますね。まあ早速開けていきたいと思います。いいよ。あ最近のさカプセルってこれなんかさ硬いよね。まあ普通にガポって開けるよりは開けやすいのかもしれませんけれども、というわけでこちらがジオウですね。あこれ稼働すんだ、なるほどね。あ稼働フィギュアで500円は安いかもしんないな。あこれは結構楽しみだぞ。うん、いや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 、まさか稼働するとは。台座がねないから、リミックスライダーの時みたいに単純に仁王立ちさせるだけのもんかなって思ったんですけれども、そういうわけではなさそうですね。首とかは別パーツになってるので、こんな感じでカチャカチャはめていく感じですね。でビニールの中でちょっと腕外れちゃってたけど、あ腕はこの穴ね、この穴のとこに差し込んで、この穴のねところからぐるぐる回して稼働させるっていう感じかな。入んねえな、入んねえな。あいた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 、こんな感じだね。ほうほうほう、あいいんじゃない、いいんじゃない、はははなるほどね。そして時間切れートが付属してますので、右手でも左手でも握り拳にね、あの武器入れるため手首取れちゃったけど、穴が開いてますから、そこに差し込むって感じですね。あすごいなこれ、ちょっとパーツポロリはすげえすんな、手首が今度腕が今外れちゃったけど、パーツポロリさえなんとかすれば結構いいんじゃないかこれ。おおというわけでこれジオですね。そして台座ないって言ったけどね、台座あったあった、あのよく見る足にはめるタイプのやつだから、これを足にはめればこんな感じですね。はい、というわけでとりあえず立たしてみましたけど、これすごいいいんじゃないか。うん、っていうか台座なくても立つんじゃないのこれ。台座なしでも全然立つわ。あこれすげえぞ、これで500円で稼働してってのがすごい。フィギュアとして、ガシャポンのフィギュアとしては、あこれ今までで最高かもしんない、すごいいいぞ。うん、楽しい楽しい。続いて赤いきましょう。まあ赤は多分ゲイツかなって感じはしますけどね、中身の色と結構ね、あーやっぱゲイツだね、連動してることがありますので、見た感じやっぱりクリアパーツとかね、あのメッキにはなってませんけれども、まあしっかり色の塗られたゲイツが入ってますね。でジオウもそうでしたけれども、後ろは色はぶきって感じかな。でもね前すげえしっかり塗れてるよこれ。軸ドライバーね細かく色は塗られてないけど、パーツモールドは結構入ってるし、こっち側ね黒く塗られてるのはなんでかよくわかんないけど、っていうかさゲイツもさもうすぐアーツが出るわけじゃないですか。もうフィギュアーツのさゲイツがめちゃめちゃ俺楽しみなんだよね。いやメッキのさやつで飾られてるの見たけど、めちゃめちゃかっこよかったんだよね。というわけでゲイツなんですけど、なんか顔変だよねなんだろう、口かな、口がなんかすげえ変だな。もうちょっとさこの白のパーツ横まで塗られてるよね本来。なんかすごい口をおの字に開けてる感じ、この字に開けてる感じになってんな。ちょっと面白い顔のゲイツが入ってんな。で台座はこっちは赤の台座が入ってて、プラス時間ザックスですね。時間ザックスも色こそ塗られてないけど、めっちゃすげえなこれ。これはオノモードかな、うん、
続いて緑です。まあ緑はウォズだと思いますけれども、いいよよいしょ。いやウォズもね、なんかもうちょっとねしっかり活躍するかなと思ったけど、完全敵キャラだもんな。というわけでウォズですね。あウォズもすげえな。いやーやっぱねこのねカラーリング、このライダーとしての造形はものすごいかっこいいと思うんだよね。なのでウォーズの頭部パーツ、ボディーパーツ、台座と時間デスピアが入っております。そして顔を装着すればウォーズの完成です。あウォーズはねすごいいい顔してんな。さっきのゲイツくんのこの顔と比べるとすごいしっかりできてると思います。そして付属する時間デスピアが先っちょとね柄の部分でちゃんと分割するようになってますので、これを利用すれば多分しっかり真ん中で持つことができるって感じですよね。パーツポロリするからこういうちょっと特殊な武器は持ちにくいとか持たせにくい感じですけど、実際こうやって一回持たせちゃえばかなりいい感じですね。あ、頭身もすごくいいな。すごいデスピアが、時間デスピアが大きく感じるんで、武器として満足度高いっすね。最後はおそらくデジオ2ですね、が入ってると思います。紫のカプセルです。よいしょ。はい、出てきました。ジオ2ですね。ジオの頭部パーツ、ボディーパーツ、そして最強ギレードですね。時間ギレードと合体してるやつが入ってます。そして台座ですね。っていうかこれすごくない？ほんと色塗り正面の、うん、結構複雑な色塗り、結構しっかりなってる。あしかもねなんかね今までのやつと比べると少し関節しっかりしてるって言おうと思ったけど全然そんなことないわ全然ポロリするわ。うん、そして最強ギレード曲がりすぎじゃない？やばいやばいやばい、これドライヤーだと直さねえとまっすぐなんねえわ。っていうか武器超でかいよね。さっきの時間デスピアもそうだけど、うわすげえ立派な武器、曲がってなきゃいいのにこれはちょっと後で修正するわ。うん、だけどこれ500円か。いや全然500円安いっしょ。いや高くはないっしょ、少なくとも。うん、超満足いくものですねこれ。はい、というわけで開けたカプセル4つ並べてみました。ジオゲイツウォーズジオ2となっております。ちょっと武器がねそれぞれ曲がっちゃったりとかしてるんですけど、これはまあ後ほど直すとしまして、早速商品の方を見ていきたいと思います。まずジオですけれども、まあとにかく塗装しっかり入ってますね。正面は少なくとも結構完璧に近い感じ。まあ軸ドライバーとかねちょっと塗られてないとこありますけれども、まあそれでも結構塗られてるかなっていう感じ。あのデフォルメフィギュアだとね、なんかちょっとバランスがねあったり合わなかったりみたいなのありますよね。やっぱこれと比べてもさちょっと違うじゃんバランスが。でも全然これはね気にならないレベルの素晴らしいデフォルメだと思います。で、裏面は塗装は基本的にはなしになってますね。で頭のバンドのとこからも塗装は入っておりません。で武器の時間ギレートは超モールド細かく入ってます。ライドウォッチがこれとこことここで全然大きさが違うものになっちゃってるけどまあその辺はね気にせずって感じですね。でモールドしか入ってて剣の文字も見えますね。ただ色は全部省略になってます。お裏面までしっかり入ってるね、すごいなこれ。でフィギュアなんですけど、首可動、首もねこれあのボールになってますので、これグリグリ回すことできますし、手首もここね、あのね手首じゃねえ腕か、腕がさここがボールなのよこれも。なんで前後も動くし上下も動く、ぐるんぐるん動くのね。なので可動もただぐるぐる回るってだけじゃなくて、ちょっと肘をこう肩をちょっと広げたりとかっていう細かいポージングもつけられるし、肘もねこんな感じで見えるかな、穴にぶっ刺すタイプですね。で手首も外せます。なので基本的に、ポージングをつけるのは本当に素晴らしく動く。あしかも胸可動もあんじゃん、すごいな。胴体も回ります。で足も、足のね付け根のところもボールジョイント、膝のとこも曲がる。あ、膝は曲がんない？あ、膝はね、あ、曲がる曲がる。膝もこうやって曲がりますし、足首からも曲がるっていうか回るだね。回すことができます。とにかくパーツポロリがね、ちょっと気になるとこではありますが、一度ポージング取らせちゃえばね、そこで触んなきゃ済むだけの話だと思うので、この程度のパーツポロリだったら、ポージングには多分影響ないかなと思います。
なので簡単なポージングをさせればこんな感じで斬撃ポーズっていうんですか、時間切れで切りかかってるポーズとかも取らせることができますね。いやまあね、あくまでデフォルメなのでちょっとダイナミックなポーズとはいかないですけれども、これはすごくないかな。ガシャポンでこれだけポージングできるっていうのはすごいことだと思います。続いてゲイツです。顔がやっぱり変かな、顔はちょっと気になるかもしんないな。結構僕ゲイツの顔は好きなので、これはちょっと気になるレベルって感じはしますけれども、まあ、ジオー同様に腕だの腰だの胸だの、腰は曲がねえか、まあ、胸だのいろいろと画像はしますので、ポージングはすごいしっかり撮ることができます。赤パーツを、成形色ですね、赤の成形色にまあいろんなパーツの塗装を入れてるって感じですね。このウォッチのねところの銀の塗装も入ってますし、全然正面から見る分には問題ないかなっていう感じですね。で裏面はジオー同様に、モールドのみで色は入っておりません。まあちょっとね、とにかくパーツポロリかなやっぱね、触ってるだけでポロ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 落ちるのはちょっと触りにくいかなっていう感じはしますけれども、あと個人的にねゲイツはこの手の甲が黄色く塗ってほしいなっていうのがあるんで、ちょっとそこの塗装がないのは残念ですね。で時間ザックスのオノモードですね、ちょっと手持ってきちゃったけど、でライドウォッチがハマってて、で、まあ、きちんとモールド入ってますね。塗装はこちらもなしとなっております。続いてウォズですけれども、ウォズはデフォルメがね他の2体他の3体と比べてもすごいしっかりしてるなっていう感じです。やっぱねこの複眼のとこ顔がすごいイケメンだなっていう感じしますね。塗装に関してもやっぱりこっちのねウォズも完璧かなっていう感じがします。そして時間デスピア、これは杖モードかな、が入ってて塗装はやっぱりないんですけれども、で2つにね分かれますので、まあ、しっかりはめて手首で持たせることができます。そしてモールドもしっかり入っているので、きちんと違和感なくですね持たせることができますね。最後にジオー2ですね。とにかく最強ギレードがめっちゃでかくてさ、カプセルの中で無理やり入ってるから多分ねどれもこんな感じで変形しちゃってると思います。なんでこれはドライヤーとか使ってちょっと熱を与えてまっすぐに刺してあげる必要があると思います。ただこれも他の3体と一緒で色塗りが素晴らしいことになってます。僕ずっとね思ってんのが、ライダーキックスピギアでね、このね前掛けじゃないんだけど、このバンド部分がさ、どうしてもこれ垂れないんだよね。実際のスーツだとこれが前にね、まあ真ん中でジオの時は1本でふんどしみたいに出てたんだけど、これが足にさこうプリントされちゃってんのよ。これがね結構気になるの。まあしょうがないんだけど、これ別パーツにするのすげえ大変なのは分かってんだけど、ちょっとこの2本がね太ももにプリントされちゃうのは若干残念なんだよなとは思ってるんですけど、ただねでもそれでもフィギュアとしては素晴らしいものになってると思います。正面の胸、肩、そしてこのホルダー、こっちはね手の甲もきちんと塗られてますね。で後ろの面はまあ基本的に省略となっております。でライダーキックスフィギュアの時ね、ちょっとねこのピンクとかの色が暗かったのよ。それがすごい気になったんだけど、これは問題ないかな。すげえかっこいいジオー2が入っております。はい、というわけで本日は仮面ライダージオーの最新のガシャポン、ライダーズアンセムナンバーワンをご紹介いたしました。全4種見てみましたけれども、今回1回500円のクオリティとしては全然満足のいく作りだったかなって感じでしたね。まさか稼働するとは思ってなかったし、まあ武器の付属も大きいのかな、ただとにかくパーツのポロリがひどい、机の上に置いてて、まあ、その机に置いてるものをこう後ろに置いて、ここでガチャガチャ空中で刺しててもちょっとそのね肘とかが机にちょっとチョンって触れただけで、まあ、全然倒れる。このもう今これでもね安定感全然ないし、今机ちょっと軽く叩いてんだけど、っていうことを考えるとやっぱりポージングさせるまでが大変かなっていう感じはしました。まあポージングさえさせればね、足に台座もついておりますので、ある程度固定化はされるかなっていう感じはいたしますので、まあまあぜひですね、皆さん気になった方はね、ぜひこれ買っておいた方がいい気がします。ナンバーワンっていうことだから、多分ナンバー2以降も出ると思うんですよ。なんで、まあ、ゲイツとか今ねゲイツリバイブだっけ、まあ今度パワーパフォーム出ますけど、多分そういったものもラインナップ今後されていくような気がするんですよ。なんでどんどんこれはね集めて、まあ、並べて飾るには全然いいかなと思っております。本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。